と。お前とユージオの方が順位は高かったがな。悔しい。正直だな。当たり前だろ。新生術の試験では負けないからな。いやはや、お見事。ん？私に何か用があるのですか？不思議なこともあると考えただけだ。欠陥品が私よりも上位になるとはな。結果は結果、事実です。ふざけるなよ、欠陥品の一族。おい、私に敗北したことが真の結果ではないと。敗北だと？いい気になりやがって。なあ、そうだとも、私が認めるはずがないだろう。なるほど。では本当の決着をつけるとしましょうか。メディノ、あなたが本当の決着をつけたいなら立ち会いをお受けします。ほう、よくもそんなことが言えたな。やましいことは何もないからです。おお、ではもし私が勝ったら試験の結果を不正と認めろ。そして再び私の命令に従ってもらうぞ。いいでしょう、負ける気はないので。メディナ、何考えているんだ。あいつ何するかわからないぞ。大丈夫、私を信じて。ああ、分かった。では行くぞ。こんな力がなぜお前に。抵抗したとて貴様を許すつもりはない。どこにも逃がすものか。お前みたいな欠陥品の一族、一体誰が何で利用する目的以外に何もないだろう。お前もあのバカな父親と同じだ。欠陥品のオルティラノス。許さない許さない、私はこいつを。これがオルティナノスの剣だ。生き抜く痛い。殺さないでくれ。私何を。勝負は終わりだ。勝者はメディナ。何をする気だ。やめろ。立ち会いをお受けいただきありがとうございます。あなたのおかげで誓いを果たせました。誓いだと？亡き父に私が誓ったことです。オルティナノス家は強く正しく、何があろうと誇りを失わない。父亡き今、私は必ずやその誓いを守り抜く。よかった、一部の貴族以外はちゃんと拍手してるね。なあ、まともな神経の持ち主ならわかるはずだからな。真の勝者が一体誰なのか。そうして剣技の試験は終了した。しかし成績上位者には最終審査が待ち受けていた。
おいメディナ、まだまだ肉あるぜ。せっかくお疲れ様会のために買ったのに食べないのかよ。お疲れ様会？俺たち無事に上級集権士になれたねの会とかいう変な名称の会じゃなかったのか？どっちでもいいじゃないか。それにしてもメディナの戦いはすごかったな。一瞬たりとも目が離せなかったよ。どうかしたのか？キリト、私はあの本当にあいつを殺そうとしてしまっていた。しかし右目が激しく痛んで剣が止まったんだ。メディナ、また右目が？メディナが殺意を覚えた時に痛んだということは、それでよかったんだよ。メディナは十分あいつを見返したぜ。自分の力で誇りを取り戻したんだ。そうだろうか。ああ、剣気から確かに感じたよ。メディナが背負うオルティナノスケの誇りをな。キリト、お前に一つだけ聞きたいことがある。ん？どうしてあの場所に来たんだ？言っただろ、俺を呼ぶ声が聞こえたからって。呼んでないし、呼んだとしても届くはずなんてない。いや、聞こえたよ。まあそういうことにしといてやる。あ、お、今日満月だな。昇級祝いにふさわしいというか、なんというか。月か。そういえばもう随分長い間まともに見たことなかった。一人旅してたのに？ああ、私はずっと同じ夜を繰り返していた気がする。真っ暗闇の中にただ一人。そうか。だが終わりのない夜の中にもただ一筋の光があるのかもしれない。不思議と今はそう感じている。ああ、俺もそう思うよ、メディナ。リーナ先輩は卒業トーナメントで首席上級集権士を破り、そして今日は卒業の日だ。おめでとうございますリーナ先輩。今でも卒業試験での先輩の勇姿が頭に浮かびます。キリトは会うたびに私を褒めてくれるな。当然です。リーナ先輩は首席上級集権士を破って北瀬、本当にお見事な勝利でした。お前が貴族との戦いで見せてくれた剣技のおかげだ。不利な状況であろうと自信を持って全力で挑む。何より私はお前の姿を見て決意できたのだ。もうリーナ先輩、誇りは自分自身に対して持つものだ。だからこそ私はセルルト流と共に最後まで戦うと決めた。私の誇りのために戦ってくれたお前に報いるためにも、もう改めて言わせてくれ。ありがとうキリト。本当に卒業してしまうんですね。どうした、寂しいのか？ねえ、寂…そうか。だが、お前のことだ。忙しさの中で、どうせ私のことなど忘れてしまうさ。そんなことはありません。リーナ先輩は、絶対に忘れたりなんてしませんよ。大事な人か。実は、リーナ先輩に渡したいものがあるんです。お前には全力の剣技を見せてもらった。これ以上何かをもらっては申し訳ないくらいだ。気にしないでください。それに剣技を見せると決める前からこれを渡そうと思ってたんです。
受け取ってください、ディーナ。これはまさかゼフィリアか。そうです。この花は西帝国にしか咲かないはずだ。手に入れるのに相当な苦労をしただろう。ねえ、確かに大変でした。けどリーナ先輩が喜んでくれると思って。前にゼフィリアが見たいと言っていましたよね。リーナ先輩、覚えてくれていたんだな。当たり前じゃないですか。そうか、これほどの贈り物を私はもらったことがない。ありがとうキリト。お前と共に過ごした日々は私にとってかけがえのないものだ。ユージを上級集権士とのご報告します。本日の掃除完了いたしました。ご苦労様、ディーゼ。今日はもうこれで寮に戻っていいよ。で、ごめんね、ロニエ。あいつには何度も部屋の掃除が終わるまでに戻ってこいって言ってあるんだけど。いえ、報告を完了するまでが任務ですから。じゃあ悪いけどもうちょっと待ってて。なんていうか、その同室があんなやつで。いえ、本当に気にしないでください。もしロニエが望むなら僕から先生に言ってあげるから、そば好きを他の人に代わってもいいと思うよ。あいつについていると1年間苦労するよ。とんでもありません。おいおい、人の留守に何を言っているんだ。キリト上級集権士殿、ご報告します。はい、お疲れ様。あのね、キリト、外に行くなとは言わないけど、彼女たちのためにも掃除が終わるまでには戻ってきなよ。だいたいなんで窓から帰ってこなきゃならないんだ。東三番通りから帰ってくるときはこの窓が最短距離なんだよ。妙なことを吹き込むなよ。確かにあれは絶品だけど、だからってなんでそんなに山ほど買ってくるんだ。欲しければ素直にそう言いたまえよ、ユージオ君。寮に戻ったら部屋のみんなと食べろよ。ありがとうございます、上級集権士殿。いただいた物資の天命が減少しないよう全速で寮に戻ります。それではまた明日。なんだよ。いや別に何でも。ただキリト上級集権士殿は、なんで僕らがここにいるのか忘れておいでじゃないでしょうねと思っただけだよ。忘れるかよ。あと3つ、ようやくここまで来たんだぜ。まずは卒業検定試合で他の上級集権士10人に勝って学院代表の座につく。次に帝国剣舞大会で騎士団や近衛隊のおっさんもぶっ倒す。最後に四帝国統一親善大会で二人とも勝ち残る。そしたらお前は正合騎士になれる。堂々と正面からあの塔に乗り込めるんだ。あと1年、それでやっと。次の日、はあ、
いざ自分がクラスとなって実感したけど、上級集権資料の部屋って広いよね。そうだな。二人部屋で寝室は別、あとは共用か。一年最後の総合試験の成績で部屋割りは決められる。教官相手の検定試合では俺が4位、雄二が5位。だが俺は新生術の試験と型の演武で点を失い6位になり、雄二と相部屋になれたというわけだ。でもまさかあの二人が主席と次席になるなんてね。まあそこまで上に行くとは思わなかったが、俺は予想してたぜ。あの二人とはライオス・アンティノスとウンベール・ジーゼックのことだ。やっぱりキリトの言った通り、1年間手抜きをしてたってことだね。ああ、これからもあいつらには油断しない方がいいな。ただの根性が曲がった嫌なやつってだけじゃなさそうだ。でもあの二人、なんか最近キリトとすれ違ったらちょっとビクビクしてるように見えるんだけど。そうか、なんでだろう。確かにあいつらが踏みにじったゼフィリアを真意の力で再び咲かせてから、あいつらの態度は変わった。だとしても嫌な奴らには変わりないけどね。そば好き連士を選ぶ時だってさ、我ら上級貴族が後藤釈子以下の娘など選ぶはずもないわ。だっけ、うん、身分で差別してそば好きに選ばないなんてどうかしてるよ。だから俺たちは相談して指名順をわざと一番最後に回してもらっただろ。他10人に指名されなかったそば付き候補が俺たちのそば付きになるように。ティーザとロニエは六等釈家出身だ。他の奴らが2人を選ばなかった理由を思えば、僕たちのそば付きになってくれてよかったよ。まさか2人とも女の子だとは思わなかったけどな。うん、正直まだどう接していいかわからないよ。ティーゼはいい子そうだけどな。すごくいい子だよ。真面目だし頑張り屋さんだし。でも年下の女の子に身の回りの世話までしてもらうのは、その気恥ずかしい時があるよ。まあ確かにそれは一理あるな。でも妙な気遣いは逆に相手を心配させるぜ。そうなのかな。あのさ、初等練習時代にも思ったんだけど、キリトは女の子と接するのに慣れてるの？は？何言ってるんだよ。俺はベクタの迷子で記憶がないんだぞ。キリトからベクタの迷子っていうのは珍しいね。確かに女の子と仲良くする天職なんてないし、気のせいか。午後までの授業が終了した後、早速上級集権士宛に課外授業の要請が来てたぜ。本当？じゃあ行ってみようか。それでさ、早速だけどロニエとティーゼを誘ってみないか。ロニエとティーゼを？なあ、稽古だけじゃなく実践の経験も積めるいい機会だしさ。